どうも、エヌ。今日はですね、胸トラップの紹介をしていきます。その前に、チャンネル登録お願いします。はい。で、胸トラップですね、胸トラップなんでも、ここ、胸でトラップするわけなんですけど、別に右左とか決まってないですね。で、下も別に決まってないです。で、トラップしやすい方っていうのは、多分いっぱいやってくると分かります。どっちがトラップしやすいのか。僕の場合は右の胸の方がトラップしやすいですね。で、この時の胸トラップの注意点なんですけど、当たる瞬間ですね。当たる瞬間に、こう、うんってやらないようにですね。うんってやると、やっぱりこう、当てに行っちゃうと、バウンドで遠くに行ってしまうので、そうすると相手に取られちゃいます。なので、できるだけ自分のエリア内に収めたいので、当たる瞬間は、クッションコントロールと同じですね。張ってるものをポンと押さえてもいいですし、自分自体が少し引くですね。そうすると、このエリア内で収まります。こういう感じですね。で、もしくは練習するときは上に上げて、少し引くような感じです。こういう感じですね。はい。で、練習の方法としてはできれば対面で、誰かと一緒に蹴ってもらって、タップしたり、投げてもらって、タップしたりですね。それをたくさんボールタッチと同じぐらい練習しましょう。ということで、よかったらグッドボタンお願いします。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。